ーーマーティン・バシールマーティン・バシールはパキスタイ系のイギリスのジャーナリストである。ロンドンに生まれる。1986年からジャーナリストの仕事を開始する。1995年、ダイアナ妃の単独インタビューに成功。インタビューは BBC の番組パノラマで放映され、2280万人の視聴者を驚愕させた。 当時の BBC 理事は相当な王室寄りのスタンスを取っていたため、番組プロデューサーたちは極秘を貫き、いきなり放送したものであった。インタビューの反響は大きく、全世界の新聞やテレビがこの話題を取り上げた。ダイアナ妃の自称癖や、自殺未遂、虚職、過食、さらには、チャールズ王太子の愛人と噂されていた、カミラ・パーカー・ボールズの存在が彼女の口から語られた。 また、ダイアナ妃に対し、不倫をしましたかと聞き、結果、浮気をしていたという発言を聞き出した。番組放映後、彼女は離婚。1997年には、交通事故で亡くなってしまう。バシールは、マイケルの友人であるユリギラーに電話し、仲介を取り自分をマイケル・ジャクソンに紹介してもらい、マイケルに、番組の収益は、慈善事業に寄付すると持ちかけ、また、 かつて取材したダイアナヒの実績も取り上げることでマイケルの関心を買うことに成功。8ヶ月間の長期にわたりマイケルを無償で出演させ密着取材を行った。バシールはユリ・ゲラーにマイケルを紹介した謝礼として20万ドルを支払ったとされている。2003年に放送。インタビュー内容はマイケルに整形の回数、父親との確執、 肌の色、1993年の疑惑、少年、子供と一緒に寝ることについて、必要に質問を繰り返し、子供の頃、父親から受けた体罰を聞かれたマイケルが、なんでそんなことを聞くんだよと泣き出してしまう場面もあった。マイケルは、バシールの多くの質問に実直に答えているが、バシールの質問は、辛辣さを増していく。マイケルを取材中は、マイケルや、 ネバーランドのあり方を称賛し、マイケルに理解を示し、共鳴する姿勢を見せていたが、放映された番組内ではマイケルを批判する自らのナレーションを多用し、インタビューの脈略を無視し、編集していたことが、マイケル・ジャクソン裁判で露見した。この番組は、全世界で反響を巻き起こし、マイケル・ジャクソンは番組で映っていた少年に対する性的虐待疑惑で裁判にかけられてしまった。 また、当時のフジテレビ系、コントバラエティ番組 One.R&R でパロディが行われた。マイケル・ジャクソンの真実の反証番組として、マイケルが常時撮影しているプライベートカメラで、バシールとのインタビューの様子を番組側と同時に撮影していたフィルムを使用した、ザ・マイケル・ジャクソン・インタビュー、ザ・フッテージ・ユー・アーネバーメント 2CO ・をフォックスが制作し放映した。 バシールはこれに対し、マイケル側のプライベートカメラで映されていたことを知らなかった、隠し撮りだと非難し、マイケルを提訴した。しかし、マイケルがカメラを回すよう自分のスタッフに指示している。目の前にバシールが座っており、僕の出演料をもらうよ、などと冗談を言っている姿が残されている。後のマイケル・ジャクソン裁判で、 弁護側の証拠として提出された、テイクニと呼ばれるマイケル・ジャクソンの真実のカットシーンには、ダイアナ妃の取材に成功したことで自分が裕福になり、有名になったことなどをマイケルに m 々と自慢している、バシールの姿が残されており、自己顕示欲の強さを伺わせている。マイケル・ジャクソン裁判に、検察側証人として自ら出廷するが、報道の自由を理由に多くを語らなかった。 マイケル・ジャクソン裁判の際、ニューヨーク・タイムズはバシールを同情の仮面を被りながら、平気で、尻死欲に走ったと記した。マイケル・ジャクソン裁判の判決は無罪であったが、マイケルの受けたダメージは計り知れないと言われている。このように、真実を探るのではなく、自分の番組を売り込むために、強引な手段に出たり、狡猾な方法を用い、偏った編集をし、 戦場的に騒ぎ立てるため、本国イギリスの放送管理委員会より、制裁処置を受けている。また訴えられたりすることが少なくない。2005年、バシールのドキュメンタリーを放送した、米、ABC と契約を結び、ニュース番組、ナイトラインでアンカーを務めることになる。2009年のマイケル死去の際には追悼番組の司会を務め、視聴者から貧縮を買った。 2013年11月15日にバッシールが MSNBC の司会を務める番組で彼は元アラスカ州知事で元副大統領候補のサラ・ペーリンがアイオア州で行われたティーパーティー運動の会議で連邦政府の国家債務にうんざりして人種差別主義ではないことを前提に連邦政府の国家債務と不正義な奴隷制度を比較したことを攻撃しペーリンを アメリカ在住のバカ、世界トップクラスのバカと発言し、さらに18世紀のジャマイカの奴隷所有の農園経営者、トーマスシスルートの日記での奴隷の口に配尿をする、奴隷の罰を引用し、ペーリンが尿や糞など排泄物を口にすることで、奴隷の侮辱に対する罰をペーリンが受け取らなければならないなどと問題発言をした。後ですぐにバシールは、 MSNBC の自身の番組の中でペーリンに対して謝罪をしたが、ペーリンはバシールのこの問題発言に激怒し、アラスカの自宅で予定されていた NBC の特派員とのインタビュー番組の出演をキャンセルした。翌月になり MSNBC は番組の打ち切りを発表した。ありがとうございます。